で、あとは、帽子をかぶってこういう感じでに仕上がります。こんにちは、リプレイヘアデザインの店長ふみこと申します。今日はこちらキーネージャーの 28mm のアイロンを使って帽子に似合う簡単なおしゃれなお団子スタイルをレクチャーしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まず毛先を外羽に巻いていきます。外羽ですね。結構ざっくりで大丈夫です。で、こちらも一緒です。ざっくりと外羽で、巻いていきます。こんな感じです。そしたら、今度後ろで一足に結んでいきます。で、この時に遅れ毛ですね。遅れ毛、もみあげだけ少し垂らします。もみあげだけ垂らしていきます。あとは帽子をかぶるのでトップはデザインは気にさず、後ろで結んでいきます。で、ちょっと下の方で結んでいきます。で、結んだら最後ちょっと折り返します。で、折り返したらこれをぐるぐると巻きつけて、で、またゴムで結んでいきます。根元付近を結んでいきます。こんな感じです。そしたら次に、お団子にリボンを、巻きつけていきます。で、まずお団子の、輪っかにリボンを通していくんですけれども、リボンが長いので、輪っかに通しづらいので、このくるりんぱ棒を使って通していきます。で、くるりんぱ棒に、リボンを通して、で、これをこの輪っかですね、輪っかに通していきます。で、あとは抜いていきます。ただまず1回結んでギュッと結びます。で、下の方から、ぐるぐると巻きつけていきます。で、最後は、リボン結びをしていきます。こんな感じです。そしたら、引き出しを、リボンの、間から少しずつしていきます。から後ろはこんな感じです。では次は遅れ毛を巻いていきます。今回は、ウェーブの遅れ毛にしていきます。まず、毛先は外羽にしていきます。外羽にして
この外羽の上は、内巻きですね。内巻きにしていきます。こんな感じです。でこちらも一緒です。外羽にして、で上は、内巻きで、コテを当てる感じでやっていきます。でこんな感じですね。こんな感じで完成です。であとは、帽子をかぶってこういう感じでに仕上がります。こういう感じです。帽子をかぶっても、崩れませんし、帽子にお団子スタイルは、定番なんですけれども、シンプルなお団子に、リボンや紐を巻きつけることで、ちょっと人と差のあるおしゃれな、アレンジスタイルになるの で今回もまたとっても簡単な、アレンジスタイルになっているので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。参考になりましたら嬉しいです。ありがとうございました。